はい、どうも、哲学とです。今回はパワーウォッシュシミュレーター、実況、パート2やっていきたいと思います。そうですね、前回、バンのね、清掃が終わりましたので、ステージ2、ウラニアを洗浄する、やっていきましょう。前回はね、操作に慣れたところで終わっちゃったんで、まあ、ウラニア清掃をやっていきましょう。ここも懐かしいなぁ。照準のモードは上で切り替えられるのか。L3 で走る。立つ車が。R3 で走る。あれですね、超汚いんだけど、ここも結構時間かかった記憶あるんですけどね。まあやっていきましょう。奇遇だが、俺の初めてのガールフレンドのフロリア・ベレスも昔ここに住んでいた。あの頃は良かったな。あの人のママに会うために、なんだっけルージュの誓い。家というものにはその人その人の思い入れが詰まっている。そしてその家の汚れを落とすということは、その場所で培われた思い出を美しいものに変えていくことでもあるのだろう。着地点考えずにトークするとこうなっちゃいますね。よし。そう。あれなんですよね。視点を移動させるんじゃなくて、体の動きでね、洗っていくっていうスタイルが一番いいんだよね。あ、で、これで、ね、出しっぱなしにできるから、ノズル切り替えて、なんかね、これよりはこっちの方がいいかな。これぐらいがいいかな、汚れを取る意味では。これ下手にやると結構時間かかっちゃうから、どうしようかな。まず井の小屋とかから始めていく。着眼は対極から、着手は消極から。ちょっと待ってね。これが使いやすいんだよな、意外と。中距離。犬小屋の屋根。
歯医者さんみたいな感じだよな。よし、取れた。掃除の綿が。切るひゃー200円もらえた。どこだろうな、なんかこれあれだな、どこだ、ここか。ひゃー、来たねー。
だいぶ大変だった記憶あるんだよな。フロントパネル終わり。このゲームなんかゆっくりやっていくゲームだから、多分ねディアブロに疲れた方はおすすめですよ。まあ疲れることもないけど、人と競う部分が何もないの。人と競ってるなんて錯覚なんですけどね、実は自分の心と競ってるんですよ、実は。よいしょ。割と 100% いかなくてもいけたような気がするんだよね、これね。ほら、結構ザルなんだよ、これ。そんなこと言っちゃいけないんだけど。じゃあやっていきましょう。しっかりと。千里の道も一歩からみたいな感じなんだよな、このゲーム。いやー、今年もいろんなことがありましたけど。てか、あれかな、意外とこう、前半がディアブロ4が発売する前に、とにかく本業の方頑張んなきゃって感じで、仕事が忙しかったから、まあその分ディアブロ実況とか結構ねゆっくりできたから、そこは満足感高かったかな。そしてまさかのパワーウォッシュシミュレーターがフリップに来ると。行こう。でもこの洗浄作業もあれかな、慣れてる人とね、こうやって技量がまだまだの人とで時間とか、あと使う水違うよね、多分ね。
無限に使っちゃってるけど、なんか海外のさ YouTuber とかでこういう戦場系、うん、ひたすらあの戦場ってウォーフィールドの方じゃなくて、あれね、バトルフィールドの方じゃなくてこっちね、なんかひたすら汚いものを洗っていくチャンネルとか意外と見てる人いるよね。YouTube もいろいろ変わったよ今年は。あら、いやフェンスやだね、ここら辺も怖いな。よし、いい感じ。意外とこうあれなのよね、視点が難しいよね。こんなしつこい汚れだったんだね2年前の哲学とよくようやったなとは思うけど、最近こういうゲームやってなかったからね。いやー、お掃除系も楽しいっすよ。でも
ついついやっちゃう楽しさがありますよ、これ。じゃあ元気かい、バイクもやってくれたりしないかいということで、結構依頼もね来るんだよね途中で。日曜大工的なことってむちゃくちゃハマらない？なんかこういうやっぱり掃除はでもいいよな。まあ年末の大掃除はまだ終わっておりませんが、デジタルな世界で掃除も済ませられたらいい。 100% ポイントとかトロフィーあげますとかあったらいいんだけどね。トロコを目指すか。パワーウォッシュシミュレータープラチナトロフィー取っとる。元トロフィー中が行くトロフィー実況。いやー、こういうゲームやってるときは一番癒しだよな。まあディアブロも癒しなんだけど、特にイモータルのね後半のアップデート来てるから。まあ、ジアノと殺場はたまにやっていって、あれかな。それ以外はこういうゲームもやっていきたいな。よいしょ。割と地味なゲームに見えるんだけど、奥深いんでね。奥深いんでね。ついつい他の人とスコアを競っちゃってやんじゃう系の人とかは、こういうゲームやってほしいなと思うんだよな。やると結構変わりますよ、世界観。
ちろんお家のね掃除やるのもいいんだけど、夏場やると楽しいんだよねこのゲームね。まあでも冬、真冬にやるのもありかもしれない。いつの間にか犬小屋に乗ってた。これもちょっと汚れてるように見えんだよな。ああそうだね、汚れてるね。ステージごとに一動画にまとめていった方がいいかな。最後の方とか4時間かかるから、新ステージも楽しみよね。汚れ表示モードを最初のうちは多用していくといいかもしれないね。目視で確認できないような汚れが結構残ってたりとか、特にこういう石畳とか結構残りそうだもんね。もう床から行く派、壁から行く派、いろいろいると思うんですけど、あなたは床から？壁から？あなたの風に狙いを決めて。あ、なんか違う？これ。いやー、そうやな。山があったら登りたくなる神経、精神だよな。そこに汚れがあったから僕は洗ったんだ。これで3分の1ぐらいはいってんの。これパラソル大変そう。
今日は視点をちょっと下げるか。洗いにくい、この角度ついてるやつ。ちょっとガバってんのいいんだよね。さすがにこれで 100% はきついからさ。明らかにそこにドットが合わなかったりとかあるからね。いい感じ。お、だね。見える鎧、見えるやつを消していくしかないんだよな。洗浄液とかも買えるようになるんで、そういうのも使いながらやっていくって感じですね。うわー、すごいいい天気だね。パワーウォッシャー日和。
金属の上についた埃を取るときのこの何とも言えない快感あるよな。よし、パーセルポール洗浄済み。これ上あるんじゃないの？そうだよね、多分ね。そうですよね。乗れちゃう？あ、乗れないよね、さすがにね。そんなやべえことはできないと思った。行きましたね。パラソル終わった。ひゃー、こっちも一応こっから見える分は消しとくか。相棒さん、公園の管理にばったり会ったんだがけど、彼は間違いなく君の助けを必要としてるだろう。なんかね、後半に行けば行くほどやべえ広さになってくんだよね、これ。確か。これでも十分広いとは思われると思うんですけど、そうじゃないんですよ。これはまだ序の口でございます。まあその分なんだ、稼いだお金で強化も買っていけるんで、そういうのも駆使しながらやっていくゲーム。なんでかな。ちょっと見にくいから後でやろう。あっちの多分向こう側の、ちょっと狭い緑色ノイズが一番払いやすいんだよな。頑固な鎧だけ赤で落としていくみたいな感じかな。この黄色いの模様かと思ったら違うのね。汚れなんだ。
のお掃除。意外とあれだね。どうしようかな。でもこのステージ覚えてますよ。もう2年ぶりですねって感じで、あ、2年ぶりにお掃除来ましたって。2年も経つとこんなに汚れるか。ひゃいや、こういう作業腰やりそう。
そう取れそうかな。石を一個ずつ洗っていく。石を洗うだけで1ドルがもらえる。100円だったら洗うよ全然。で、ディアブロのコスメティック買います。完了するとこうキーンってなるのいいね。
これはさすがにあれかな。戻ってるか。これもね、だいぶ実況界隈では当時やられてたゲームだけど、いや、いいなぁ。よし、行きましょう。花壇降りたくないけど、降りないと清掃できないの。やっぱ汚れなのか。よし。
し、やっと 60% ぐらい。これでどう？まだ結構残ってんな。こういうヘリがあったなと思ったんだよ。前世の記憶が。新しい仕事が利用可能になった。あえてこの最初の脆弱なウォッシャーで最終ステージまでクリアするっていうのもありだな。これだとダメなんだよな。しか。これ消えやすいね。電話ではなくてディアブロ呼び出しタイマーがかかっちゃった。どうしようかな。まあうまいこと編集でつなげます。まあどうだろうな。これも2パートぐらいに分けた方がいいかなって今思ってますけどね。緑最強だね、今のところ。緑の駆除能力はやばい。このビルド捨てがたい。緑最強なのでは。
ロシア現れた。ああ、バッチリ。昔はここで遊んでた子もいたんでしょうね。中洗わなくていいの？とりあえず外見きれいにしちゃうか。細かい汚れは後で取って、綺麗にしちゃいたいよな。いや、このゲームもディアブロっぽい時間を湯水のように使ってしまうゲームや、これ。そうだな、どうしようかな。これノズルの色によって決まってんだっけ？
黄色を取るときは黄色とか、なんかあったかな、今。そういうゲーム性でしたっけ、これ。やばい。そしたら一旦ディアブロ行ってきましょうか。